皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はこちらです。はい、元フィギュアスケートの選手で現在はアイスダンスの選手に転身されてご活躍中の、高橋大輔さんですね。それとパートナーの村本かなさん、このお二人を生命判断してみたいと思います。最後までお付き合いください。まず、早速なんですが、この高橋大輔選手ですね、元オリンピック選手 でその後現役を引退されて、でコメンテーターというか解説者なのかな。まあほらルックスがねいいですから、やっぱりテレビなんかでもね、スポーツニュースなんかでも引っ張りだこで、でその他バラエティ番組なんかにもいろいろ出演されたりとかして活躍してましたけれどもね、やっぱり本人はこの氷の上で滑ることがですね、やっぱり生きがいなんでしょうね。また今度はフィギュアスケートではなくアイスダンスの方に転身されて、我々はほら素人目に見てね、そのアイスダンスとフィギュアスケートって大差ないと思ってたんですけども、全く違うらしいんですよね。そもそもあの靴、スケート靴がもう違うんですってね、あれね。フィギュアスケート用とそのアイスダンス用で、フィギュアスケート用はさ、こうジャンプしてこうなんていうの、くるくる回るじゃないですか。トリプルアクセルとか4回転なんとかとかなんとかサルコーとかって言って回ったりするじゃないですか。あれ用になんかつま先がすごいトゲトゲしてんだけど、そのトゲがなんかここ一本ジャンプの時にこう氷に刺さるようになんかすごい長いんですってね。でこのアイスダンスの方は逆にそのなんていうの、このつま先のギザギザあるんだけど、そこまで伸びてないというか、あんまりこう長いとつまずいちゃうんだそうですね。ごめんなさいね、あの専門的なことは全然わかんないですから、あのもし詳しい方がいたらね、あの補足というか訂正していただいていいんですけれども、はい、まあそんなわけで、いやびっくりですよね。でそもそもやっぱりこうほらくるくる何回転サルコーとかね、なんとかアクセルとかってジャンプしてる時はやっぱりこう軽量っていうんですかね、軽い方がジャンプも高くできるし、あの有利みたいなんですよね。だけど今はさ、こう女性を持ち上げてこの首の周りくるくる回してこんなポーズ取ったりなんかするわけでしょ。だからすごくね、上半身の筋肉とかつけなきゃなんなくて、あの筋肉のつけ方が全く違って、今度はなんていうの、パワーアップっていうんですかね、この持ち上げる力とかまで、つけなきゃなんないみたいで、ちょっと大変そうですけどもね。今日はそんな高橋大輔さんを、生命判断してみたいと思うんですが、それでは、数列をですね、まず見てみましょうか。こちらです。はい、そうですね、高橋大輔さんは、まあ、私もそのね、インターネットのニュースとか、まあ、テレビのスポーツニュースとか見てる限りでは、このね、はしご高を使ってる場合とそうじゃない場合とかあるんですよね。で、やっぱりはしご高を使ってる場合とそうじゃない場合があるってことは、多分まあ、戸籍名ははしご高なんだと思うんですよ。はしご高でもない人に対してはしご高をわざわざ使わないですからね。だから、まあ、詳しいニュースとかだと、このはしご高できちんとね、表記されてたり、あるいは、まあ、ちらっと見た限りでは半々ぐらいかな、普通の高橋だったりもするんですけどね。はい。そうすると、まず、はしご高バージョン、これ見てみましょうか。するとですね、まあ、双角が、これ、波乱数の44角なんですね。とても数奇に満ちた、こう、波乱万丈じゃないんだろう。まあ、万丈。うん。あんまりね、私この44角に対しては、波乱万丈っていう言い方しないで、波乱で止めてます。万丈っていうのは、こう、アップのところ。波乱っていうのはダウンのところ。だアップ、ダウンのことを波乱万丈って言うんですけど、この44角はどっちかっていうと、もう、ダウンの方が大きいんですよね。波乱とか災難とか数奇とかね書いてありますけれども、まあちょっと申し訳程度にね、一番最初に天才派だって書いてあるのが、まあ、たまにね、その幼少期のまあ英才教育なんかですごく、これ双熟数ですからすごく伸びる方がいたりなんかするんですよね。多分高橋大輔さんにとっても多分そうだと思うんですよ。まあフィギュアスケートの選手なんて大学から始めましたみたいな人はなかなかオリンピック選手にはなれないでしょ。だいたい幼い頃から小学生ぐらいからやってるじゃないですか。だから多分ね、その英才教育、小学生からまあ中学生ぐらいの時にですね、まあたっぷり基礎体力とか基本とかがもう身につけられて、で天才的なね活躍をする方がたまにいるんですね。例えば安室ちゃんなんかも44角だったりするんですけれども、やっぱりあの方も小学生ぐらいから多分ね、あの芸能活動をやってますけれども、まあそんな感じで、もう若い時に
もう小学生の時に、成功されるぐらいの、育て方、英才教育をしないと、この44画は、やっぱ晩年は相当こうエンジン衰えちゃうんで、やっぱり後半の活躍っていうのはね、なかなかこう期待できにくいんです。ただ、まあ、高橋大輔さんについては、もう、まあ、10代のうちに、完全にもう体力とかそのスケートの基本とかね、身につけられてますので、その若いうちに身につけたスキルで、まあ、30代以降も活躍できるっていうことになります。じゃあちょっと上から見てみましょうか。まあ、苗字足す苗字の合計は、まあ、原則として影響しないはずなんですが、この通り、下一桁7系列が2つありますよね。27と ④ の、明確にも17画あったりなんかするんで、なので苗字の27もちょっと影響してきます。ただ、まあ、そうですね、17、27っていうのはとてもこうストイックなアスリート数でありますので、やっぱりスポーツ選手なんかにはもうもってこいの数字だったりするんですね。そして、丸2番にもね、19画が、これ運動神経って書いてありますでしょ？とてもセンスがいいんですよ。まあ、運動神経の次に神経質って繊細とかってね、書いてあったりもするんですけれども、その、とてもね、繊細で、センスがいいんで、まあ、その部分がね、運動の方に出たり、あるいは、芸術的なね、なんていうの感性、美術とか、音楽とかそっちの方にね、センスが光る場合もあるし、だからこの19画っていうのはセンスの数字ですから、まあ運動の方でもいいし、お絵描きの方でもいいし、お歌や楽器演奏とか、あとは表現者、女優とかね、俳優さんとか、そっちの方にも、とても向いてる芸術芸能の数字だったりしますね。だから高橋大輔さんのその表現力、まるで俳優さんのような、ミュージカル俳優のようなね、表現力の高さを見せてますけれども、まさにそういう19画はそういう数字なんですね。それと運動神経がミックスしてますから、なおかつ7系列が2つですんで、とっても向いてるんですね。そして25画はロマンティストの数字ですので、やっぱりちょっとね、男性だったらこっぱずかしいくらいの表現をね、こうね、さらっとやってのけるじゃないですか。やっぱりフィギュアスケートの選手ってある程度ね、まあいい意味でナルシスト的なね、こう要素がないとあの表現はなかなかできないですからね。はい、だからこの25画なんかもとてもこの、ロマンティストの数字ですので、まさに向いてますよね。ただ双角が44画ですから、大事な場面で運に見放されちゃうんですね。まあ大怪我をして、まあオリンピックでもね、大変な苦労されてましたけれども、結局ね、見事、銅メダルを獲得できましたよね。だからとても努力家なんだと思います。しかしながら、そうですね、この人、たまにね、この高橋が普通の高橋だったりもするんですよ。じゃあ、普通の高橋バージョンの数列も見てみましょうか。こちらです。はい。まあ、やっぱり、はしご高を使う方はね、これ気をつけなきゃいけないのは、どうせ、はしご高を、まあ、アピールというか、はしご高なんだよっていうのをね、こう、主張するんでしたら、徹底的にはしご高を使い込まなきゃいけないんです。で、まあそれがね、徹底できないんだったら、やっぱりね、使い分けちゃダメなんですね。双方の、はしご高と普通の高橋との両方の欠点をダブルで背負っちゃいますから。例えばね、まあじゃあこの普通の高橋の数列で見てみますと、やっぱり、大きな欠点というか、注意点というか、あるんですよね。やっぱり苗字足す苗字の合計26画とかは、これ、異性トラブルとアルコールトラブルの数字ですよね。で、双角43画。これもアバンチュール数って言って、まあね、女をとっかえひっかえしちゃうような、まあ、ヤリティン数っていう数字なんですよ。だから、まあ、いい意味でね、男の色気はありますけれども、そっちのね、そう、下のトラブルっていうんですか、異性トラブル。で、まあ、ちょっとスキャンダラスな失脚をしてしまいかねませんので、気をつけてほしいんですね。で、このように、はしご高にはない短所を、やっぱり持つことになるじゃないですか。背負ってしまうんですね。で、はしご高の方にははしご高の方で、やっぱりね、数奇な、波乱の数字を持ってたりなんかするわけで、やっぱりそっちの短所も背負い込みますよね。背負わなくていいものを、普通ならね、例えば5箇所の数字の、5個の数字の短所だけでいいわけなのに、こうすると10個、の数字の短所になってくるわけなので、まあとはいっても名前足す名前の合計とかね、内角とかは変わらないから、まあ厳密には10箇所じゃないんだけれども、でもほら普通に5個の欠点よりも多くなっちゃうじゃないですか。だから、まあ例えば新聞にしても、テレビのニュースとか番組なんかにしても、
このね、はしご高にするならはしご高、普通の高橋にするなら普通の高橋で、間違った表記を使い分けないようにしないと、これダブルで欠点背負っちゃいますから気をつけてください。で、そもそも高橋って皆さんね、普通に聞いた時にやっぱり普通の高橋をイメージするじゃないですか。だからはしご高をね、こうアピールすると、ほぼほぼ普通の高橋も3割ぐらいは影響しちゃうんですよ。で、はしご高アピールが強ければね、まあ8割、8対2ぐらいで、この高橋大輔さんのようにあまりこだわらず、こっちでは高橋、こっちでははしご高みたいな感じで、こう好き勝手にね、使い分けられちゃったりなんかすると、もう 50-50 でこうダブルでね、のしかかってきますから、一番良くないんですよ。だからまあ私はね、はしご高あまりおすすめしないんですね。で、使うなら徹底して、なおかつはしご高でも普通の高でも、画数がいい画数、例えば31、32とかね、24、25とかね、そのように37、38とかね、続けて基地数みたいなところにこうポイントを合わせてあげれば、まあどっちが影響してもまあそこそこいいね、画数になりますから、ブレてもまあしょうがないみたいな数列になってくれたりするんですね。でもやっぱりその辺はもう高橋大輔さんの名前を見ればわかりますけども、高橋大輔さんの親御さんは全く画数に関しての考慮されてないんですよ。だからはしご高でも大凶、普通の高橋でも大凶という恐ろしいネーミングをしてしまったんですね。でもまあ英才教育、若い頃の英才教育でこのように立派には育てられましたけれども、あるいはね、あんなかっこいい顔っていうのはさ、画数ではとてもねできないですから、こんな大凶大凶をダブルで背負ってる、人間にあんな容姿端麗な男前の顔をつかないですから、間違いなくお父さんかお母さんどちらかが、あるいは双方が、イケメンか美女かなんでしょう。だからあのようにね、美しく、育ったんですけどもね。だから DNA とか育つ環境に相当救われてるんですけれども、画数に関しては相当運に見放されてますんで、もったいないんです。だからまあね、これでね、高橋大輔さんが運も味方につけてくれればいいなと思いますので、ぜひですね、スガッティにご相談いただいて、ご本人でもいいしマネージャーさんでもいいですから、スガッティにね、お問い合わせいただいて、ちょい足しアレンジで大吉にしてみせますんで、はい、ぜひご連絡ください。はい、あとは、アイスダンスのパートナーでもあります村本香奈さん、この方の数列も検証してみましょうか。こちらです。はい、素晴らしいですよね。高橋大輔さんとは打って変わって、もう最大最強の財運数、一番人気の、24画です。はい、しかも11、11、13、13ってもう5箇所が5箇所とも超大吉数なんですよ。これによって、まあ2ペアですけれども、これが超大吉数の2ペアだから、むしろいい部分がね、こうダブルで影響してくれるんじゃないかなと思います。でもね、例えば村本かなちゃんのかなってどういう字だったっけなとかって、ちょっとね、この周りのお友達とか、知り合いとかね、おそらく遠い親戚なんかもね、この村本かなさんのかなの字ちゃんと書けないんじゃないかなと思うんですよ。まあ親しい友人とかはね、もちろん書けると思いますよ。でもね、かなり特殊な文字使ってるじゃないですか。こうするとそうやっていつも言ってるじゃないですか、認知度に比例するんですよ、画数の影響度合いっていうのは。だから村本かなさんのかなの字の認知度、かなってどういう字だったっけなっていうイメージがバシーンと定着しないとですね、なかなか画数の影響を味方につけるのって難しくなってくるんですね。だからこの村本かなさん、この高橋大輔選手とペアを組んだことで一気にこの知名度が上がって、もちろんその前からね、トップアスリートでしたよ。でもやっぱり認知度としては、この高橋大輔さんのパートナーになったことでドーンと一気にこう認知度がもう10倍ぐらい広がったと思うんですよ。もっとかな。そうすることで一気にね、この大吉数24画がブーンとこう追い風になってくれたんですよ。だからまさにこの村本かなさんにとってはね、この高橋大輔さんとペアを組んだことが転機となって、ご本人のこの運勢アップのね、タイミングになっているはずです。ただね、どうしてもこのかなっていう文字、別に悪い文字じゃないんだけども、これね、かなのかだったら、例えば香りっていう字あるじゃないですか、あれでも同じ嗅覚なんですよ。設計できたはずなんですけどもね、香り、中でなって読ませるのもね、まあ、大したもんですよね。まあ、結果論ですけど、とてもいい画数だし、これのね、わざわざこういった特殊な文字の、かなっていう
お名前にしたのはですね、おそらくお父さんお母さんがですね、画数にこだわった、読みにくさよりも画数に最優先したからだと思うんですよね。まあその、まあ、判断は間違ってなかったんだし、今後村本かなさんはですね、まだ27歳ぐらいなのかな、どんどんね運勢アップするはずなんで、素敵な恋人と素敵な恋愛、そして結婚へとね、こう繋げていってほしいかななんて思います。とても金運がいいですから、まあ玉の輿にもね乗る可能性があったりします。はい、今日はこんなところでございます。今後の高橋大輔選手と村本かな選手のですねご活躍を応援しております。はい、スガティチャンネル年内にですね1000人いかないと、この一旦終了してしまいますんで、ぜひですね皆さん、この来年1月1日以降も毎日こうやってスガティチャンネルと、お会いできるように、ぜひチャンネル登録今のうちにしておいてください。そしてお友達にもですねスガティチャンネルっていう生命判断の面白いチャンネルがあるから、チャンネル登録してやってよとかって言って、おすすめしてあげてやってください。年内にあと200ぐらいかな、もうちょっとか200ちょっとぐらいかな、はい、増やさないといけないんでよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。Na na 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 na